なんか怪しい人がいる。怪しい人が。人なのかな、人なのかな、豚なのかな。まあいいや。というわけで、ですね、今日はブレイフロックスの八重地をですね、募集をかけていきたいと思います。ちょっと今日はですね、ちょっと訳あって、ジョブをですね、限定をさせていただいております。というのも、ちょっとね、解説でやりたいことがあったので、ね。さあ、というわけで。よし、募集開始いたしました。さあ、こうかな、来るかな。毎度不安。お、来た。ヒーラーさん来た。ベース。黒さん。ショガンさん。いや、ありがとうございます。ほんと、毎度毎度。ね、こんな速攻来ていただいて本当にありがとうございます。もうね、この企画も皆さん方のね協力がないと本当に成り立たないのでね、よろしくお願いしますと。はい、というわけでね、はい、ありがとうございます。いやー、あれですね、じゃあもうあとあれかな、あの行かれたメンバー紹介かな多分ね。編集を見越した編集ポイントを入れておく。じゃあ行かれたメンバー紹介どうぞ。さあ準備はいいか、野郎ども。これからダンジョンを攻略するイカれたメンバーどもを紹介するぜ。さあ、この身に宿る魔力をその目に焼き付ければいい。情熱の火炎、黒魔導士ロクワッド。天を走る一筋の流星のごとき輝きを我が手に。銀冠の騎星、先生術師ユズキ。はあはあ、ママミーヤ、ヒエウィゴー。キノコの国から来た男、召喚師シュバルツ。まだ序盤なのにレベル60完走しました。なんか見た目も正義の騎士っぽくなりました。どうも。秩序の旋風戦士エルデネ。以上のメンバーで攻略していくぜ、よろしく。いやー、もうなんかありがとうございます。なんだろう、サーティーンの主役っぽい方とかね、プロデューサー兼ディレクターっぽい方とか、なんかあとダンサーみたいな、3人組のダンサーみたいな方までいらっしゃっていただいてありがとうございます。見送りに来ていただいて本当に、いやー嬉しいっすね、こうやってね見送りしていただけると。本当なんかもうありがとうございます。あ、すごい、なんだろう、 FF9 のすごい主人公みたいな方までいらっしゃる。すごい、どうもね、誰かを助けるのに理由がいるかい的な方までね、よろしくね、あのどうもありがとうございます。すいませんでした、なんか漏れてしまって抽選から奥に奥になんか豚っぽい人が。この方はどうなんだろう、違うのかな。一応お礼して手を振っていこう。たまたま居合わせた人だったら嫌だよね。ああ、よかったよかった、拍手してくれた。あ、すいません、なんかいやー嬉しいな、こうやってたくさんなんかこうね集まってこう見送りとか来ていただいてね、本当にね、うん、あ、ほら邪魔していく、全力で邪魔していくスタイル。よし、気がする。よし、来た、よし、行くぞ。緊張するな。じゃあブレイフロックスの八重地参りましょうか。いやー、ここはね、結構タンクとヒーラーの登竜門的なダンジョンになっておりまして、ね、結構難しいんですよね。最初は大変でしたね、初見できた時は。もう2年3年ぐらい前になりますけど。お、でかい。こうね、今までがこう結構薄暗い感じのね、地下とかね、そういう感じのダンジョンだったんで、こういう野外のね広々とした明るいダンジョンっていうのもなかなか新鮮なんじゃないでしょうか。さあ、というわけで参りましょうかね。はい。なんかすごいメンツだな、こうやって見ると。一人明らかにこう浮いてる人。なんか確実に浮いてるイタリア人っぽい人がいるんだけど、気のせいかな。まあいいや、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。さて、今回攻略するブレイフロックスの野営地は、東ラノシアのレインキャッチャージュリンをゴブリン族のブレイフロックス率いる一団が、ここをキャンプ地とする宣言したやつですね。し
かしその後キャンプ地を広げるうちに冬眠中の巨大なドラゴンを掘り当ててしまい、命からがら逃げてきたものの、置き去りにしてきた大切な荷物を諦められず、三大珍味のチーズと引き換えに冒険者に奪還を依頼というのがこの男女に挑むいきさつです。ちなみにゴブリン族は大きな荷物を背負い、大きな耳に薬草の詰まったマスクをかぶった小柄な種族で、怒ってるんだよみたいなとぼけた喋り方をしますが、独自の高い技術や知識を誇るというなんとも変わった種族ですね。彼らゴブリン族にも独自の命名規則があって、英単語に子音1または2文字、そして後ろに男性の場合は IX、 女性の場合は OX というふうになっています。例えばリムサロミンサのエーテライト付近にいるスウィートニクスや、蒼天のイシュガルドに登場するスローフィクスなどですね。そしてプレイフロクスは創造師という意味のプレイに子音 FL がくっついて OX なので、分かりにくいですが実は女性だったりします。よし、では参ります。いきます。はい、じゃあこいつから。はい、あ、逃げてた。で、トマホからの振り返ってのオーバーパ。はい、はい、外してる。はい、もう一丁。オッケー。で、ここはですね、ここのにいるゴブリンに話しかけて、思考思考、仲間を襲われてる、鍵あげる、門開ける、お助けお助けっていうことで、こうね、鍵をもらっておかないと先に進めないので、これ忘れずにもらっておきましょうね。で、あとはあそこにいる敵を倒して門を開けると最初のボスがいると。割とすぐね、最初のボス出てくるんですよね。はい、 OK。 よし、ということでここでさっきもらった鍵を使ってここの門を開けまして、オープンザウィンドウ、ウィンドウじゃないわ、ドアだわ。で、最初のボスですね。あ、そうだ、ちょっとね、やってみたいことがあるんですけど、いいっすかね。こないだのパッチで実装されたやつ。はい、これこれこれ。カウント。4、3、2、1、ファイ!かっこいい、これ。最初のボス、グレートイエローペリカンとの戦いです。グレートイエローペリカンは当たると麻痺状態になるナムブレスを使ってきますが、それよりも注意すべきなのはお供のコペリカンの方で、戦闘開始からおよそ1分ごとに毎回3体増援として出現します。コペリカンには毒状態になるポイズンブレスを使ってくるバイオレットバック、睡眠状態になるスランバーブレスを使ってくるセーブルバック、石化状態になるペトロブレスを使ってくるブルーバックの3種類いて、初めに毒3体、最初の増援で毒2体と睡眠1体、2回目以降の増援で毒1、睡眠1、石化1という感じになっています。コペリカンが6体いるときはそれ以上増えないみたいですが、いくら倒しても無限に湧いて出てくるので DPS はとにかく素早く倒しましょう。ヒーラーが白魔導士の場合は状態異常を S 名でこまめに直すように、学者の場合は手厚い回復を心がけるようにしましょう。おい、おばば、よし、あ、一匹動いちゃった、まあいいや。あ、戻ってきた。オッケーオッケー。まあまあ、ここはそんなにこっちのね、ザコザコというかちっちゃいペリカンの方のね、タゲが取れなくても、まああんまりそんなに気にしなくてもいいかなと思いますよ。まあできるだけ取った方がいいけど、タンクはね、あ、避けない、こうやってね、避けながら、まあ範囲に当たらないようにしつつ、時折出てくる造園のね、あれを、タゲを、何しゃべってんだ、タゲを取りながらで、しておけば、まあ OK です。多分ね、ヒーラーさんが一番大変だと思う。ほいほい、なんだっけ、毒とか、あ、ダメだ、しゃべるね。おい、来た。このね、このちっちゃいペリカンの方の毒攻撃がね、結構ね、痛いので、重複するんですよね、確かね。なので、これこれこれ。なので、まあ、気がついたらね、結構 HP がゴリッと減ってたっていうことがあるので、
まあちょっとね、気をつけてこまめにね、気を抜かないように開封するのが大変なんですよね。って言ってる間に終わってしまった。いや、喋れない。これはナイト用か。はい。しこしこ、みんな助ける助ける。ということで、ゴブリンパスファインダーっていうのが出てきてですね。さて、ここから先、ところどころでゴブリンパスファインダーがモンスターに襲われています。ゴブリンが力尽きる前に襲っているモンスターを倒すと、お礼として宝箱がもらえます。当たりだと ATDR 装備が入っていますので、欲しい人は狙ってみましょう。ちなみにパスファインダーとは、道、パスを見つける人、ファインダーで開拓者や先駆者という意味なんだそうです。はい。で、こんな感じで、こいつから宝箱をもらいます。ね、ハズレでしたけど。ね、当たりだとね、あのエーテリアル装備がね、入ってるんで、結構ね、美味しかったりします。じゃあ行きます。よ。よし、じゃあ行きます。ほいさ、ここはね、おい、地味にちょっと大変で、このアッシュドレッグから倒すのがいいですよね。ほい、あ、見ました今、あのバフンってなったの。あ、見ました、今バフンってなったの。これの解説がしたくてですね、ちょっと今日召喚さんに入ってもらったんですけど、突然始まるハゲルガ先生のタンク格言集レベル30からは召喚学者のベインを見逃すべからず。召喚師と学者はレベル30になるとベインというスキルを覚えます。これは敵にかけたバイオ、バイオラ、ミヤズマという継続的にじわじわダメージを与え続ける攻撃魔法を周りの敵にベインでバフンと拡散させることができるというものです。敵グループ全体にまんべんなくじわじわダメージが入るので、ベインに気づかないといつの間にか今攻撃していない敵のヘイトが上がってしまっていて、敵のターゲットが召喚師や学者に向いてしまうなんてことになってしまいます。タンクはレベル30以降のダンジョンでパーティーに召喚師や学者がいるときは、いつもより多めにフラッシュやオーバーパワーを使うようにしたり、敵一体を攻撃し続けるのではなく、コンボ途中の技を他の敵に当てたりしながら敵全体のヘイトをうまくコントロールしましょう。はい、オッケー。宝箱は、お、当たり、いいね。はい、宝箱は開けにくい。あ、当たりだ。おい、さあ、そして、お、当たりだ。当たりが多かったな今回。さあ、ということで、2番目のボス、インフェルノドレイクでございますね。あ、そうだ、ちょっとまた例のあれを使ってもいいですか。楽しいんだよな。よいしょ、はい。まあ、普通 ID で使うことはないと思うんだけど。3、2、1、ファイト。2番目のボス、インフェルノドレイクとの戦いです。インフェルノドレイクは前方に火を吹くバーニングサイクロンという技を使ってきますので、タンクはいつも通り味方に背中を向けてあげましょう。ボスの HP が 70% 前後になると、テンペストビアストとブレイフロックスが現れます。テンペストビアストはしばらくの間ヘイトを無視して逃げ回るブレイフロックスを追いかけ回しますので、タンクはその間にしっかりヘイトを稼いでおきましょう。まず増援で出てきたビアストを先に倒すのがセオリーですが、ドレイクは魔法で眠らせることができるので、もし白魔導士や黒魔導士がいればビアストを倒す間スリプルやリポーズをかけて眠らせておくとヒーラーが楽になりますね。ビアストを倒すとブレイフロックスがくれ超爆弾丸と言いながらドレイクに爆弾を投げつけます。するとドレイクが燃えてブレイズスパイクという効果がつき、物理ダメージを反射するようになります。怒ったドレイクはしばらくの間ヘイトを無視してブレイフロックスを狙って攻撃しますが、ブレイフロックスはここは任せとこぶと言ってパーティーの誰かのところへやってきて、そこにドレイクの炎が炸裂します。本当にいい迷惑ですよね。ヒーラーはブレイフロックスが誰のところへ行ったか確認して、反射ダメージや炎で味方が死なないように気をつけましょう。一応タイミングは結構シビアなんですが、ここは任せとこぶのセリフが消えるあたりでドレイクにスタンを入れると、この攻撃をキャンセルすることもできますので、まあ、慣れてきたら狙ってみると、まあ、ドヤ顔ができます。はい、
余談ですが、ブレイフロックスの二つ名、ムテ勝流とは、剣豪塚原牧伝の故事が由来で、戦わずして勝つこと、または自分勝手にやること、自己流という意味なんだそうです。ほい。で、ここはですね、もうちょっと、解説の方は後取り、あ、待って。あ、多分あれだな、今間違えて使ったな、今。誰か。オッケーオッケー。で、解説の方は後取りでちょっともう、ハゲルガ先生の方にね、お任せするとして、ああ造園が出てきた。おい、であいつはこの方でこう投げてハゲを取っておいてので、先にこっちからで、そろそろ、あ、ナイスナイスナイス、ちょっとねお願いしておいたので車同士さんがスリプルをかけて眠らせてくれました。おい、あれ、ん、あ、ラグってる、やばい、あれ、ラグってる、これ、あれあれ、ちょっと待って、これラグっていうか、あれあれこれ、あ、うっそ、え、ちょっと待って、え、いやいや、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、あれ、あれ反応しない、あ、ちょっと待って、やばくない、え、ちょっと待って、あ、え、うっそ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 、え、そういえばお弁当にたまにこんなの入ってるじゃん。これバランって名前なんだけど、なんか竜騎士っぽくねと思って調べてみたら、バラン、竜騎士、画像検索、ドラクエ。もういいよ、作ってる会社のページ見てみるよ。エビ、マジかよ、もう竜騎士じゃなくてエビ騎士にしか見えなくなったよ。どっちもジャンプするしな。次回、死んだらハゲルガファンタジー14新生エオルゼア。甘エビは生まれてきて4年オスで、その後はメスに性転換するぞ。お楽しみに。